まあ、とりあえず週1本でね動画実況動画を出していくっていうのをやってるんだけど、はい、まあ、中岡くんもなかなか慣れてきて慣れたかね。わ、慣れてきたと思うよ。ほんと、うん、よくついてきてると思うもん坂本に。まあそうね、だいぶ足は引っ張ってますが、うん、足はもう日本足全部引っかかってきて、両手両足な引っ張ってる感じはあるが頑張ってついてきてるのがもうもうね、坂本18喋ってる間にねもう全部返さなきゃいけないんだけど返せねえんだ。いやもう足引っ張ってるわ。おお俺が詰まって止まることもあるもんな。もうそればっかりか、ゴミだなと思いながら、うん、隣でそう叫んなよとあ、やっぱりテンション、隣テンション高いのに俺テンション上がりきらなくてあごめんちょっと今のっていうのも、いやそこについてなんだけど、うん、僕動画で自分を見て思うに、うん、ちょっと38にしてはガキっぽくないか的なことを思ってたんだよね、はい、自分が、うん、はい、去年あの、うん、元の会社の高橋くんっていう、うん、まあ仮名だけど仮名じゃないんだけど、はい、高橋くんと飲んだ時に、まあもちろん高橋くんは結婚してもう子供ができてるんだけど、はい、うん、昔はさ、うん、昔20代の頃は同じようなテンションで飲みに行くべみたいな感じで2人でススキノに繰り出したこともあったのに、うん、なんかもう落ち着いちゃってさ、おらおら、もうはっちゃけてないんだ、なんかおじさんになっちゃっていきなり初対持つとテンション合わないんだよな、飲んでる時のな、飲んでる、飲んですら合わないからね。まあシラフではもちろん合わないんだけど飲んだらテンション高くなるのさ、まあ、はい、君はもう飲まないから分かんないかもしれない。そうそうな、テンション上がった状態でもシラフの僕の5分の1ぐらいだから、あらら、相当落ち着いてるでやっぱ落ち着かないと、うん、ダメなんだろうか。いいと思うけどないい年してってよく言われるけど、考慮すると、うん、中岡は、はい、結構頑張ってるテンション上げてる、はいはい、なんか昔のテンションでは上げてるっつうか、まあもともとな、そうバカみたいなテンションだからな。そうだよ、上がってると思うよ。これカンフーのやつね今回上げたんですけども、うん、どうだい、カンフー、これはね、うん、難しい、難しい、うん、何が反応が、あ、そう、うん、で、かつさ毎回このさ、うん、ゲームのためにバグ出すべ、なぜか出るね、なあ、なんででしょうなんでかな、なんでこれは何なんででしょうね、僕もよくわかんないんですよね、初見プレイだから。嘘こけよ初見なわけない、何回も僕ちゃんもなんで出てるのかよくわかんねえでござんすが、はい、一体毎回ね、うん、坂本がゲーム取材してぴったりお家のとこで出るもんな、なあ不思議だね、何があるんだ。まあ取材はしてるけどね、おおあのねコツがあるんだよ、まあ、取材っていうかさ、はい、うん、まあ、取材であらかじめ僕がやってるのはもちろん動画の僕のプレイ連動を見るに分かると思うんだけど、うん、はい、あのね、バグが分かりやすく発見できるコツがあるんだよね、僕 M さんから教えてもらったんだよね。おい、何、もうどこまでゲームが進歩しても、うん、このバグはなかなか直せないっていうバグがあるのさ、ゲーム作りだからこそ、ファミコン時代から、うん、プレステ5時代まで、はい、どこまで行ってもこのバグだけは、うん、あの意識して細かいとこ潰さないと直せないんだけど、はい、そんなことしてたら人件費がかかるからあえてそのままスルーして出すみたいなところがあって、出ないことを祈るんだ。キャラかぶってる時に、はい、なんか攻撃とかでノックバックするのに合わせて、うん、ポリゴンの隙間に入られるとそこまで制御できないと、それはもうね分かってて出してんだよ、ゲーム会社の方も、はい、もうしょうがないと、ここをついてくるやつは、うん、ここ全部直すとなると次目を全て新たなテクスチャーを貼ってかなきゃいけないんだけど、出ないようにな、それが大変なんだよね、はい、容量も上がるしさ、うん、だから開発者はそれスルーして出すんだよ、はい、でも一番厄介なバグ探す人種がそこついてきて、はい、うん、やれクソゲーだっていうのが開発者も我慢できないとはい、ゴミだと思ってると、うん、僕みたいにバグ探す人間を、そうだろうな本来ならちゃんと進んでクリアして動画出してもらいたいのがゲーム会社だ、次目にキャラクターが入るのはもうしょうがないんだと
そこ延々探してる。しかもなんか、はい、キャラクターがプログラムで、うん、なんか自動的にこう後ろ側に Y 座標5個ずれるとか、要はノックバックだよね、はい、敵の攻撃食らったり、なんか自動イベントでずれるような時に合わせて、はい、その継ぎ目を持ってくる性根が悪いやつはもう鼻から相手にしてませんよと何やってもどうせそこに行くから、それぐらいはもう放置で。ゲーム会社からすれば、坂本みたいな人間がバグなんすよ。虫という意味でのいいこと言うわ納得だ。だゴミなんだよね。おうおうおう、まあ、それはともかくとして、はい、まあそういう手段で取材をして、うん、はい、一応中岡君が楽しめるようには持ってきてはいる。楽しい、毎回なゲームによって新鮮が、ってなるからねしかも最初の開幕で出すんじゃなくて、うん、いい頃合いに出す何その甲骨な顔。プロだからこればっか14年やってきたから、いよいよプロが上がってきてるからみたいなこういうのばっかり週1で出していきます。よろしくお願いしますね。